の学びや。はい、私が考える情の大切さとそれを生かした稽古です。私も専門ではないんですけれども、やっぱり武器技を稽古するっていうことは、この体の中心とこう手足とが一体となって力を、体の力をちゃんと伝えれるかっていう、そういう稽古だと思っています。ただ手でバーンとこう突くのではなく、ここにどれだけ自分の体重を、重心を乗せられるかっていうことなのかなと今やっていて思っています。今ここにある重心がこっちにふっとこうね、こっからここにポンとこう移るのが理想かな。ぐぐぐっと押し出すっていうよりは、ここにあるものが次の瞬間ここに行くっていうようなのが理想なのかなと。それを、技に生かして、例えば一挙だとこういう風になるのかなと思うんですけど、交差取りですね。ここを上げて中心の移動で持って前へ出る。そして今度はもうこの腕を上に見立てて前の方に突くというより重心移動する、ね、そっちに押されたら相手は踏ん張りますので、こっちへ流してあげる。前へ重心移動、重心移動、後ろ、ね、重心移動するときどうしてもこうやっちゃうんですけど、引っ張ってしまうので、まず意識を後ろに向けて、そこにそれからこう重心を移動するっていうふうにやると、重心の移動だけで一挙ができるのかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いなと思った方は、ぜひいいね、高評価お願いします。コメントも寄せていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。